カットライン。オラオラ、どけどけどけ、道開けないとぶつけちゃうぞ。本当にぶつけてどうする。あー、また再開。まあ、やめたやめた、このゲーム全然勝てないじゃん。俺の名前はヒロシ、嫁のイチカと久々にデートに行く予定だったのですが、当日になってドタキャンされてしまいました。ついにこの日がやってきました。昼はおしゃれなカフェでランチして、映画見て、お買い物して、ちょっと休憩して、それからそれから夜景の見えるレストランでスペシャルディナーを。あ、ごめん、用事入った。がーなーにー、いつか、どういうこと。1ヶ月も前から約束してたじゃん、断ってよ。いやちょっとね、小学校時代からの大事な親友なの。それに北海道に引っ越しちゃったからたまにしか会えなくてごめんね。あのさ、そんな大事な友達なら先に言っといてよ。この日旦那とデートするから遊べないってさ。あー、そっか、考えもしなかった。今度からそうする。何この温度差。そんなわけで、やけになって一人ゲーセンで煽り運転ごっこやってたわけです。あーあー、なんだかな、最近イチカ変だよな。お昼ご飯しっかり食べてる？え、まあ適当にコンビニとかで買って食べてるけど。よかったら私お弁当作ろうか。ちゃんと体にいいもの食べてるか心配になっちゃって。どういう風の吹き回しで。それはそれでありがたいけど。うん、わかった。じゃあ美味しく食べてもらえるように頑張るね。あ、ありがとう。なんか最近急に優しくなったんですよね。もちろん悪いことではないんですが、てかそれは積極的に嬉しいんですが、なんて言うんだろう、考えが読めないっていうか、距離感遠くなったっていうか、そう、なんか置いてかれてる感が半端ないんです。ん？見た目を気にするようになった？あ、そうそう、最近しょっちゅうイメチェンしてるんです。頻繁に髪を染め直したり、新しい服を買ってきたり。ん？浮気調査専門探偵事務所。ああ、これは典型的な不倫の兆候ですね。いや、じゃあまさかあのイチカが不倫してるって言うんですか？可能性は大いにありますね。信じたくない気持ちもわかりますけど、不倫は誰しもしてしまうものなんですよ。最近奥さんが不可解な行動をとってませんか？例えばスマホから目を離さなくなったとか。ああ、しょっちゅう用事を作って出かけるようになったとか。ああ、匂いに敏感になったとか。なんでそこまでわかるんですか？え、超能力探偵？違いますよ。不倫相手の匂いを残さないように注意してると、知らず知らず鼻が効くようになるんです。これ不倫の典型例ですよ。そう言われてみると全て納得がいきました。いちかは今や不倫相手にぞっこんで、俺のことなんか興味もなくって、後ろめたいことがあるから怪しまれないように急に優しくなったわけです。あの野郎、俺というものがありながら。どうします？今なら 30% オフでご依頼いただけますよ。やってください。待ってろよ、お前の化けの皮剥がしてやるからな。数日後。逃げられました。何をやってんだ。何のために高い金払ったと思ってんだ。すみません。やり直せ。それはちょっとできないですよ、他にも仕事が入ってますし。なんてこと、パンナコッタ、無責任なクソ探偵しゃべ。さてはお前詐欺師だな。訴えてやろう。完全にうちの実力不足です。本当に不甲斐ない限りです。ちゃあ、何が探偵だバカ。30万も踏んだくれやがって。探偵を恨まないでやってください。今回は相手が1枚上手だっただけです。はいはい、モブキャラは引っ込んでてね。あの探偵は調査対象者の行動を十分に予測できていなかった。大方の不倫カップルが行く街に目をつけたまでは良かったものの、先回りをしたつもりが逆に抜け道を作ってしまった。だから見失ったんだ。君一体何者なの？申し遅れました。俺の名前は蝦夷川次男、探偵さ。名探偵次男、コイン届はいつも一つってバカ野郎。営業に来たのか知んないけど、俺もうお金なくなっちゃったから、仕事欲しかったら他当たってください。完全成果報酬、狙った獲物は絶対に逃がさない、後払いか。これならどうだ。破産しちゃうっつうの。もう自分で問い詰めるからいい。本当にそれでいいのか。あんたが直接行動を起こしたら、嫁さんはさらにガードを固めてくる。たとえ不倫が明らかでも、素人が下手に集めた証拠じゃ裁判で有効にならない可能性がある。完全成果報酬でいいんだな。男に二言はないよ、おじいさん。精神的に追い詰められていたこともあり、
俺は次男君の口車に乗って調査を依頼することにしました。こちらヒロシ、嫁が友達と旅行に出かける。どうぞ。それは構わねえけど、なんで俺がおっさんと組まなきゃならねえんだ。金がないからです。探偵さんがちゃんと仕事してるかどうか現地で監視させてもらうから。わったわった。でも俺の足だけは引っ張るなよ。俺は調査料金を節約するためわざわざレンタカーを借りて次男君と一緒に嫁を尾行しました。嫁と面識のない次男君が車で直接後を追い、俺はその数ブロック後ろからついていく作戦です。おかしい、どこに向かってる。今どういう状況。駅から反対に向かって歩いてる。この方角には待ち合わせスポットなんて何もないはずだが。しまった、おじさん2体が車で迎えに来た。黒のスポーツカー、絶対に顔を見られるな。ちょっと何言ってるかわからない。二体って何。第二対象者の略だよ。第一対象者が神さんで、第二対象者が不倫相手。嫁を乗せた怪しい車は大通りに出て繁華街へ向かいました。もう気分最高。こんな車で旅行に行ってみたかったんだ。悪くねえだろう。カズマに引き換え、うちの旦那なんかちっとも稼いで気やしない。つまんない男だよ。一生俺の愛人でいていいんだぜ。これからも気持ちいい思いさせてやっからよ。そうする。かなり飛ばしてやがるな。逃げられんなよ。誰にも見られてねえだろうな。やめてよ、縁起でもない。念のため寄り道していくか。まずいぞ、尾行に気づき始めてる。どうする。やばかったらタクシーに乗り換える。おっさんは尾行を続けてくれ。一花の乗った車は脇道に入っていき、次男くんはそれを追いました。あれ次男くんごめん、見失った。やつらは十中八九ルートを変えようとしてる。おそらく俺を巻くために右折を3回繰り返すはずだ。おっさんはそこで様子を見ながら左に曲がる準備を。なんで左。右で結果的に左か。あの野郎探偵だな。え、そうなの。さっきからこの車つけてやがる。また考えすぎじゃない。旦那が怪しんでるかもしれねえだろ。あ、来た、ヒロシ、行きます。くそ、割り込んでくんなよ、ポンコツ系が。どんな感じだ。ちょっとテンパっちゃって、今不倫相手の車の前走ってる。お前が尾行されてどうすんだ。すみません。まあいいや、せっかくだから少し時間を稼いでくれ。了解。ねえ、予約時間過ぎちゃうよ。くそ、分かってるよ。ほらほら、そこの車ちんたら走ってんじゃねえぞ。めっちゃクラクション鳴らされてる。煽り運転。そうだ、おじさん、しばらくその状態をキープして、一旦切るよ。ちょ、次男くん、一人にしないでくれる。早くどけよ、あの車。そうだそうだ、ぶつけられてえのか。犯人の車は容赦なく車間を詰めてきます。このままじゃ尾行どころか追突されて大惨事です。もう一度急ブレーキかけてやろうかな。そう思い始めたその時でした。もしもし、警察ですか。ものすごい危ない運転してる車がいるんです。今すぐ来てください。そこの黒のスポーツカー、止まりなさい。やべ、警察だ。うん、なんとかして。前の車が邪魔で逃げられねえ。ずいぶん危ない運転してたね、君。いや、急いでたものですから、つい。そんなに慌ててどこ行くんでっちゅうか。ヒロシ、おまおりさん、こいつを逮捕してください。ん、妨害運転の現行犯で君を逮捕する。そんな、罰金払いますから、今回ばかりはどうか。ん、何か見られたくないものでもあるのかね。見られたくないもの。こんな強引な取り調べやめてください。人のスマホを見るなんてプライバシーの侵害ですからね。誰もスマホを見るなんて言ってないぞ。さては怪しい取引の履歴でもあるんじゃないか。違う、とにかく見ないで。いつか友達ってのはこのおっさんのことか。そう、友達なのね。カズマってほら、女の子興味ないもんね。あの写真はなんだね。何勝手に見せてんだお前。ごめん、麻薬とかやってないって証拠見せたくって。真男の LINE の履歴にはなんと一花のあられもない自撮り写真が複数枚入っていたのです。ああ、何友達なのかな、これは。俺この二人を訴えます。貫通罪です。民事でやってくれたまえ。お嫁に行けない。いや、お嫁引退すんだよ。こうして俺は二人を裁判で訴え、多額の慰謝料を請求しました。さて、約束の金を支払ってもらおうか。まあ男のやつが逮捕されちゃって、まだ慰謝料回収できてないんだよ。だからしばらく待ってくれない。だろ、慈善事業じゃねえんだぞ。とはいえ、勝ち取った慰謝料の総額からすればビビたるものだったので、次男君に調査を依頼してよかったです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。